はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、久しぶりに新しい電気ドリップケトルのご紹介でございます。はい、それがこちら、名前がフェロースタック EKG エレクトリックプアオーバーケトルと言います。海外ではね、確か3年くらい前から、販売が始まっているんですけれども、日本に入ってきたのここ最近で、僕がね、京都に行ってる間にお世話になっていたクラスさんっていう、コーヒーの輸出入販売をしていらっしゃるお店があるんですけども、そこから今回ご提供いただきまして、取り扱いがね、始まったということで、ぜひレビューをしてくださいということで、いただきました。いや、本当クラスさんありがとうございます。でも早速開けていきますかね。よいしょ。お、結構しっかり厳重に梱包されていて、お、来ましたね。じゃじゃん。お、本当にシンプル。パーツこれだけ。おお、すげえ。なんかちょっと重たいし高級感があるな。はい、というわけで、内容物全部でこんな感じですね。電気ケトル本体と、ケトルを乗せて加熱する電源部分、そして説明書と、なんかシールがくっついてました。まずね、開けて第一印象として思ったのは、全体的にマット、色も質感も全体的に落ち着いた印象で、こうキッチンに置いといてもそこまで主張はしないかなって思います。だけどね、なんだろう、ちょっと触っただけでも、あ、これ高いってちょっとわかるあのパーツ一つ一つがね、すごく丁寧に作られていて、ここシリコンでできているんだけど、これであることによってちゃんとケトルがフィットするし、ほぼほぼガタつくことがない。これだけでも全然違いますね。注ぎ口の先端もよく見るとかなり滑らかなカーブを描いて切られていて、実際のところはちょっと使ってみないとわからないけれども、これだけでもかなり繊細っていうのはわかりますね。あと地味に嬉しいのがね、ここなのよ。この取っ手の部分がこう親指を置けるようになってるんですよね。僕いつも使ってるケトルがこれなんですけど、これもね、親指をここに置くんですよ。親指がね、置くスペースがあると結構振りやすいんですね、個人的には。だから僕的にこれすごくお気に入りポイント。ドリッポット、あ、振りやすい。もちろんこれだけじゃなくてね、こう持ったりとかこう持ったりとか、持ち方は自由だと思うんですけれども、とにかくね、この太い取っ手があることによって、結構ね、重量があるこのケトルをしっかり支えることができる。実際測ってみると、817g、 結構ありますね。多分各社いろいろ出してるケトルの中でも結構重い部類だとは思います。多分海外製品ってこともあって、軽量化というよりは、多分物の良さとかそういった方をしてるんだとは思います。とはいえ、こう滑らかだから、こう手に負担が来ないから、重いは重いんだけどそんな疲れないかな。意外と女性でもいけたりするかも。はい、じゃあとりあえず一旦これお湯を実際に沸かしてみたいと思います。一応満水で900らしいんですけど、よし、 OK、 こんなもんですね。だいたい今8分目か9分目くらいまで入りました。はい、コンセント挿します。よいしょ。お、一瞬フェローの字が出ましたね。で、この電源ボタンを押すと、はい、スイッチオン。今100度になってますね。で、この入っている水の温度が18度。で、これを、あ、なるほどね、今設定温度が100度になっているから、例えばドリップをするときに89度にしたかったら、こうやって調整をして、これで待てばいいのかな。あ、微妙になんか音が鳴ってる。あ、温度が上がり始めた。この数字の表示、液晶画面もすごい見やすいですね。黒い液晶に白文字が浮いてます。で、このつまみも動かしやすいし、全然簡単に再調整できますね。温度の上がり方はめちゃめちゃ早いわけではないけれど、遅いわけでもないですね。このくらいのペースであれば、最初に水をね、ポットに入れて、沸かしている間に豆とかペーパーとか準備して、ドリップの準備全然できますね。はい、徐々に上がってきております。後ろの方に摂取と可視を切り替えられるスイッチと、こっちには、ホールドスイッチってのがありますね。これをオンにしておくと温度が保たれるようです。これもワンタッチですごい簡単ですね。よし、そろそろ来ますかね。あ、目標の温度が近づいたら少し火力が弱くなりましたね。少しずつ上げてくれてるみたいですね。86で今止まってます。かなり静かになりました。なかなか上がらないな
あ、一旦87度で止まっちゃいましたね、これ。お、上がった、88。最後の一度がなかなか上がらないおー、来た、あ、下がった、あ、落ちた、あー、保ってるね、よし、OK。最後の1、2度上げるのは結構時間かかりましたね。結構繊細に上げてくれてるみたいで、ちょっと何度か使ってみないとわからないけど、ここだけあの注意が必要かもしれません。で、今ホールド機能をオンにしているんで、これでね、60分くらいは温度を保ってくれるそうです。で、これを歌詞に切り替えると、はい、こんな感じで出ます。うん、ワンタッチですね。じゃあちょっとこのまま注ぎ包丁を試してみましょうか。よし、はい、そしたら入れていきます。お湯の温度89度保ってますね。じゃあこのままいきます。一回試してみます。なるほど。あ、かなりね、お湯切れいいですね。こう内側に裏漏れとかがね、ない。あ、綺麗に切れる。で、注ぎ始めもかなり滑らかに出ますね。よし、ちょっとやってみよう。いきます。あ、いい。最初がね、ドバッと出ないから優しく注ぎ始められる。あ、いい。湯量もね、かなり制限しやすくて、自分の注ぎたいだけ注げますね。あ、いい香り。いい。やっぱり少しね、重いけど安定はする。あー、狙ったところにね、落とせますね。このお湯を振り上げた時にピタッと切れるのがいいですね。トゥーッと残りみたいなのも出ないから、切りたい時に切れる。うん、いい。うん、すごく注ぎやすい。一番太くしてこのくらいですね。やっぱり基本的には細めにずっと注ぎ続けるってタイプのケトルかな。よし、戻します。ちょっと別アングルからもう一回行ってみましょう。あー、なるほどね。繊細な動きをしたいと思ったら、こっちに指を置く方が正解かも。この親指のね、こう向きの操作でね、結構行きたいところにスムーズに行ける。ちょっと慣れが必要だけれど、不思議な感覚。何度も切って切って振るというよりは、注ぎ続けてこの親指で場所を調整していくっていうイメージ。うん、いいですね。ただ一つやっぱり気になるとしたら、重さかな。やっぱり重い。さっき予想した通り、手には全然負担来ないんだけど、この前腕に来る。多分毎回満水で900入れるというよりは、大体まあ6、700入れて使っておいて、まあ、そんだけあれば全然コーヒー2杯分くらい入れられるから、まあ、必要な時だけちょっと900入れるとか、そういう使い方がいいんじゃないかと思いました。はい、というわけで入れ終わりましたんでね、飲んでいきたいと思います。今日はカズマックスブレンドです。あ、いい香り。いただきます。
あー美味しい美味しい、うん、美味しく入った。本当初めて使うケトルですからね、どうなるかなと思ったけど非常に使いやすくて、注ぎ口が特に良かったですね。非常に滑らかに切ってあるから裏漏れせずに、注ぎ始めは滑らかに、できるときはピタッと止めてくれるから狙ったところに落とすことができたし、非常に思った通りのコーヒーを入れることができました。でこの土台部分もいいっすね。すごいフラットなデザインなんだけれども、スイッチは少ないんだけれども分かりやすいし使いやすいし、でしっかり保温はしてくれるから好きな時にコーヒーを入れることができるし、まあ注意点としてさっきのね、ちょっと上がるのが最後の最後で遅いっていうのと、あとはこっちのポットがまあ重量があるっていうので、その辺だけねしっかり理解した上で使えば非常にいいポットかなと思いました。このフェローってもともと電ケトルじゃないバージョンもあるんですよ。この形でそのまんまケトルとして売ってるものがあって、それはね前から知っていたんで僕も気になっていたんですけれども、やっぱりちょっと高級路線でちょっとなかなか手が出なくて、ちょっとかけるにもなかなか難しいし、どうしようかなって思ってるところで、今回ねこの電ケトルバージョンが出て提供いただいたんで、まあ、使ってみたんですけども、非常にケトルとしての出来もいいし、電ケトルとしての機能も OK。まあただ正直価格はなかなかするんでね、さあどうぞとはまあなかなか言いづらいところではあるんですけれども、普通のフェローの方が確かね1万後半くらいなんですよ。でこの電ケトルバージョンが今クラス3で2万前半くらいだから、どっちかでもしお迷いの場合は、この電ケトルの方がお得だと、おすすめだと僕的には思います。でも本当物はいいしね、多分何年も続けて使うことになるだろうから、ケトル系っていうのは。特にまあ電ケトルだったら、ドリップケトル以外にもいろんなものに使えますから、これ1個、まあいいの欲しいなって思った時に、これ、まあいいんじゃないですかって多分押せるもんだと思います。究極の電ケトルが1個欲しい。で、これで毎日コーヒーを入れたいっていう方にぜひおすすめです。もし気になった方はね、概要欄から検討してみてください。はい、というわけで、今日のカズマックスのコーヒーワールド、久しぶりに新しい電ケトルね、今日はフェローの、ご紹介でございました。はい、それではまた次回お会いしましょう。じゃあね。